近暑いですね。こんにちは、ムティー。はい、まえなんです。今日はですね、お久しぶりに ZOZO タウン購入品を紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞはい、では早速紹介していきたいと思います。まず今履いているパンツなんですけど、フランクプロジェクトのエラティックロゴトラウザーズというもので、お値段が 24,200 円でした。こちらはね、2色買いしてるんですけど、めっちゃお気に入りで、ウエスト部分がこんな感じのデザインが入ってるものになってるんですけど、私はネイビーとグレーの2色買いをしました。こちらはね、ホワイトお揃いで買いました。本当はこっちのカラーが欲しかったんですけど、履いてみたらグレーがめっちゃ可愛くて、グレー欲しいかもって思ったんですけど、絶対でもこっちの方が出番あるよなと思って2色買いしちゃいました。もう形がとにかく可愛くて、丈感が結構ズルッとした感じなんですけど、厚底とか履いたらちょうどいい感じのズルッと感になるので、めちゃくちゃ私のインスタ見てたら出番がすごいあるのがわかると思います。ラグが白いからモケモケがめっちゃついちゃうんですけど、履く前にいつもコロコロかけてます。若干なんかストライプになってて可愛い。これなんかインしても可愛いし、アウトしてここ見せてあげても可愛いのでおすすめです。次に紹介するのが今着てるトップスなんですけど、これはねちょっと ZOZO タウン購入品から離れてしまって、このアイテムだけちょっと違うんですけど先に紹介させてもらいます。こちらはアルムディカットアウトパフスリーブブラウスになってます。お値段が8800円です。こちらはね、まなみの展示会に行った時にゲットしたアイテムで、なんかトップス自体はちょっと甘めなんですけど、今みたいなパンツとかと合わせてあげるとバランスがすごい私好みになってすごい好きだったので、もちろんねこれにちょっと綺麗系なパンツとかスカートとか合わせてもデートっぽくて可愛いかなって思うんですけど、バランスよく全体的にちょっとカジュアルになる感じが好きなのでパンツと合わせてみました。可愛い。じゃあ ZOZO タウン購入品どんどん行きたいと思います。これどうにしようかな。でもいっぱいある。次に紹介するのがブラックアップで購入したエリアニットビーニーですね。お値段5900円でブラックを購入しました。こちらでーす。ニット素材のビーニーですね。ちょっと被ってみます。夏に被れる帽子が欲しくて、キャップ以外の。キャップはねいっぱい持ってるんですけど、キャップだとねちょっとどうしても同じ感じになっちゃうので形が違うものを買ってみたんですけど、結構これ使いやすくて、生地もねめちゃくちゃしっかりしてるので割と安めだったんですけど、安く見えないのもいいなと思いました。モデルさんも結構深めにこうやって被ってるかも。こういう感じで被ってます。私のインスタにこちらも結構登場してるので見てみてください。かわいい。はい、次に紹介するのがクラネで購入したバックスリットクローシェニットトップスですね。お値段が 26,400 円でした。ネイビーを購入しました。ちょっとなんか暑そうに見えるかもしれないんですけど、着てる感覚は本当にこれ全体的に編み編みなので、キャミソールだけ着てる感じですごい涼しいので、めちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。なんかキャミソールでもいいですし、キャミワンピとかの上に着て可愛いなと思って購入しました。これね後ろがすごい可愛くて、こんな感じでスリットが深めに入っていて、ちょっと今中白着ちゃってるんですけど、ブラックとかの方が可愛いですね。ブラックを着るのをおすすめします。こんな感じです。可愛い。それでは次、はい、次に紹介するのがエヌミズのフラワープリントナロースカートになってます。お値段が 12,000 円です。このトップスにね今合わせてみたんですけど、じゃーん、可愛い。この合わせめっちゃ可愛いかも。こんな感じです。私はね、S サイズを履いております。M サイズと S サイズの2サイズ展開になってます。カラーは、ライトブルーとカーキがあるんですけど、どっちもめちゃくちゃ可愛くて、このスカートの柄なんですけど、実はオリジナル柄で、このお花の大きさだったりとか、このカラーの色も全てね、一から作ったものになってるので、とっても私の気持ちがこもったアイテムになってます。後ろ部分がね、ウエストゴムになっていて、すごく着やすくてお気に入りです。これ本当にシルエットが綺麗で、動いた時にめちゃくちゃ可愛いですよね。このコーデ着たいなと思います、たくさん。それでは次、じゃーん。次に紹介するのがアディダスのベッケンバウアートラックジャケット。 M サイズを購入しました。お値段が、ね、13,200 円でした。
可愛くないですか、こちらのアディダスのジャージ。これは絶対欲しいと思ってすぐ購入したもので、色味がこっちがベースがネイビーでブルーグレーみたいなライン、このバイカラーがめっちゃ可愛いなと思ってゲットしました。中に着てるのワンピースなんですけど、こういうなんか可愛い系のワンピースと合わせたくて買ったんですけど、ちょっと全身お見せしたいと思います。こんな感じです。お仕事の移動とか結構多かったりするので、移動中とかにも使えるし、地方行ったりとかする時にも使えるし、甘い服と合わせた時のバランスがすごい好きで購入しました。部屋着っぽくも使えるし、おしゃれ着としても使えるし、出番がね多そうだなと思って買ってみました。あんまりこういうジャージ持ってなかったので買えてよかったなってすごい思います。中に着てるものなんですけど、こちらがですね、エヌイズジャガードキャミワンピースで12000円になってます。カラーがアイボリーとブラックの2色展開で、こっちがアイボリーになってます。これ実は後ろがデザインが、ブラックだとわかるかな、こんな感じで後ろのデザインがね、こういう風に少しねここが開いてます。なのでなんかヌーブラとかつけて肌を見せるのもいいなって思うし、今みたいにこうブラトップ着て後ろから見えてもね大丈夫なようにしてもいいですし、いろんな着方ができるのでおすすめです。中に T シャツ着てもいいですし、タンクトップとか入れてもいいですし、今みたいに上に羽織って着ても可愛いので、これこうやって着ても絶対可愛いですよね。ちょっと着てみよう。こんな感じです。私は S サイズ着用でこれぐらいの長さです。アジャスターもついてるので少し長さの調節ができるようになってます。ちょっとこれ上に着たい。可愛い予感がしている。可愛い、めちゃくちゃ可愛い。この網ちょっと編み気をつけないとこうやってピョンってなっちゃうから、引っ掛けないように気をつけて着ようと思います。それでは次、はい、次に紹介するのが H Beauty and Youth United Arrows で買ったコットンリブタンクドレスです。お値段が2万900円でした。カラーは私はダークブラウンを購入して、ブラックとダークブラウンの2色展開でした。なんかね、形がちょっと特徴的というか、着た時にめっちゃオシャレだなと思った。普通なんかこういうノースリーブワンピースって結構ストーンってまっすぐね落ちるなんかデザインだったりするんですけど、くびれがこのちょうどヒップラインにかけて少しこうふわっと膨らむ感じがカジュアルになりすぎなくていいなと思って購入しました。丈感はこれぐらいで、もうとにかく着心地が良すぎて、前日ね大阪にポップアップで行ったんですけど、その時は新幹線の移動中もずっとこれを着てましたってぐらいすごい動きやすいアイテムです。で、この横の部分がねちょっと結構広めに開いてるので、今みたいにこうブラトップつけてもいいですし、今白なんですけど、まあブラックの方が目立たなくていいかなと思います。後ろはこんな感じで結構広めに開いてますね。ちょっと編みすりみたいな感じで少しキュッとなってるので、この紐がないブラトップとかの方がいいのかなと思います。このワンピースは本当に今年だけじゃなくて、来年とか再来年とかもずっと着たいなと思うアイテムです。それでは次、はい、次に紹介するのがデイクローゼットっていうブランドで初めて買ったんですけど、お値段がね、今はなんかセールになってて2681円です。私は S サイズを購入して、カラーも結構いろいろあって、私はグレーを買いました。これ本当にね、めちゃくちゃ安いんですけど、買ってよかったなと思って、むしろこのブランドすごい気になるなと思ったアイテムです。結構今短いんですけど、ミニ丈のワンピースでこんな感じです。ちょっとセクシーな感じなんですけど、あるようでなかったというか、欲しいのに持ってなかったみたいな感じのアイテムなんですけど、サイズ感とかもすっごいぴったりで、めっちゃちょうど良かったです。私がこれ着るときは、上になんかパーカー着て、この帽子をかぶって、この間お出かけしました。はい、こんな感じで、上にね、グレーのパーカーを羽織って、お出かけしました。たまにはなんかミニ丈も履きたくなるので、いいなと思いました。あとなんかレビューがね、めっちゃ良くて、激かわすぎる、もう夏死ぬほど着てた、マジで可愛すぎるけど、とにかく短いって書いてあって長さは心配だったんですけど、ミニ丈は好きなので結構短いって思ってもらう方がいいかなと思います。サイトの写真よりも結構高く見える、生地もすごいしっかりしてて2000円台には見えないなと思いました。セールになる前も2980円なので、これは買ってよかったなと思います。全身ちょっと見せしたいけど恥ずかしいな、難しいのでこれぐらいでこれぐらいで、はい、それでは次、最後に紹介するのがこちらです。かわいい。こちらもエヌイズなんですけど、まだね ZOZO タウンで発売前のアイテムで、もしかしたらこの動画が上がってる時に発売されてるかなって感じなんですけど、こちらがですね、ストライプシャツワンピースになってます。じゃーん、
可愛いポケットもついていて、エネウスで珍しいかもですね。こういう感じの柄がしっかり入ったワンピースになってます。シャツワンピースなのでとにかく涼しくて、シワになっても少しなんか伸びやすいのかなって思います。お洋服作るときにエネウズでは特にね、シワになりづらい生地を選ぶようにしてるので、そういう部分は結構安心して選んでほしいなと思います。後ろ姿もめっちゃ可愛くて、大きななんか襟がついてるんですけど、すごい夏らしい涼しいワンピースが完成しました。カラーがね、このカラーとブラックかなの2色展開になってます。なのでこちらももし発売されてたらぜひゲットしてみてください。はい、ということで今日はですね、 ZOZO タウンの購入品を紹介させていただきました。少しでもね、参考になったら嬉しいです。よかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー、バイバーイ。前髪なくしちゃってもいいのかな、こういう感じ。私似合わないかも、前髪あった方がいい。ちょうど30歳になりまして、やっぱ30歳の節目というか大事な年齢なので、私の中で記念に残したいなと思って写真集出したいですってことをお伝えして、今回発売させていただくことになりました。あ、いい感じ、この辺かっこいいよ、いいですね、うん。ヒゲみたいになった。